ートで抑えるというのは厳しいですよね、打たせた正面源田グラブトスはセーフでした。セカンドはセーフです。2アウトランナーが2塁。セカンドが際どいタイミングでこのタイミングになりました。ここでしたね、グラブで行ってセカンドセーフ。